こんにちは、 SBFJ の利根川です。釣り餌のメーカーマルキューから出ているヘラブナ釣り用の餌に特用マッシュポテトというものがあり、今回はそれを使ってポテトサラダを作っていきます。真面目な話、ポテトサラダって作るのはめちゃくちゃ大変です。じゃがいもをふかして皮むいてマッシャーで潰して、考えるだけでも嫌になります。この粉末マッシュポテト、今ご覧いただいているこのフレークに水を入れるだけで、あら不思議、ホクホクのじゃがいもが出来上がります。 200cc を測ることができる計量カップを使い、マッシュポテトのフレークを 200cc 入れていきます。そして水を 300cc きっちり入れていきます。全体に水が行き渡らないとダマになってしまうので、軽くヘラで混ぜましょう。水が多く見えますが、かなりマッシュポテトが吸水してくれるので大丈夫なんですが、ここで実はすでに失敗していますが突っ走ります。ポテトサラダは食感が大事なので、キュウリを切っていきましょう。今回ポテトサラダを作ろうと思い立った理由は、スーパーで高齢の男性が、母親ならポテトサラダぐらい作ったらどうだと言われて、うつむいていた幼児連れの女性を目撃した方がいたというのが結構な話題になっていたからです。もともと食べる動画を撮るぞと思ってマッシュポテトを買っておいたのが役に立ちました。新鮮なものを入手したかったので、マッシュポテトがよく売れている、回転の早いお店で購入しました。ちなみにメーカーの看板を背負ってしまうと、こういうことはできないでしょうね。自由でよかった。キュウリを塩もみして放置している間に、マッシュポテトが水を吸水しました。なんか水っぽいんですよね。パッケージの裏を見てみると、なんとマッシュポテト2カップに対して水が 1.5 カップでした。そりゃ水の量が2倍になっちゃってるから水っぽいよね。ってことで、程よい硬さになるまで粉末を追い足していきます。割と程よい硬さになったので、塩コショウを入れていきます。賞味期限を見てみると、2020年4月4日。よくあることです。気にしません。塩コショウの量は適量です。この後マヨネーズやキュウリを入れるので、ざっくり混ぜてから利根川の大好物マヨネーズを入れていきます。残り少ないマヨネーズを使い切ってしまったので、追いマヨネーズ。水気をしっかり絞ったキュウリを入れて混ぜていきます。さて盛り付けていきますが、マッシュポテトを測っていた容器は餌の量を測るカップ、これも釣り餌を混ぜたり入れておく器です。もちろんどれもこれも釣り場で使用済みですが、しっかり洗っているのでご安心ください。キュウリ以外にも具が入っていればよかったんですが、なんか物足りなかったので、冷蔵庫に入っていた米久の生ハムをトッピングしていきます。いや、うまそう。いただきます。ポテトサラダ。ちょっと塩味が強いかな、塩コショウが。あともうちょっとざっくり変わった方が個人的には好みです。はい、ということで、まだちょっと晩ご飯食べてその後にこの動画撮ろうって思いついたんで残っちゃったんですけど、これ明日の朝昼で食べます。今回はマルキューのマッシュポテト特用を使ってポテトサラダを作るという試みをしてみました。
もともとこれで芋餅を作ろうとしていたんですが、まあ、今回ツイッターのタイムライン上で、マッシュポテトの、マッシュポテトじゃない、ポテトサラダの話が話題に上がったので、まあ急遽作ってみました。まあ、私は特殊な訓練を積んでいるので食べられましたが、絶対に釣り餌を食べないでください。真似はしないでください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次はもしこれの再生数が良ければ、これで芋餅を作ってみようと思いますので、チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。